昆虫軍代表、肉食昆虫界のエンマ大王、アカヘリエンマゴミムシ。珍しいですね。そうですね、はい、日本にあまり見かけないですね。そうですね、小山半妙とライバル的な存在かなと思います。はい、はい、ラインがなんか綺麗というか。綺麗ですね、はい、でも実力どれくらいか楽しみですね。そうですね。ドコムシ軍代表、世界三大奇獣の黒い悪魔、ブラックキラーヒヨケムシ。ブラックかなり頭が大きいですね。いやー、これはね、日よけの黒いバージョンなんですけどね、はい、やっぱ全然違うんですよ。またビジュアルからして。そうですね、こっちの方が丈夫なんですけどね。なんかね、硬そうな感じがしますが、はい、はい、決まらそうです。あ、口開いてる、すごいすごい。はい、はい、さあ、辛いガチンコだ。早速始まってますね。あ、噛んだ噛んだ、噛みました。おお、すごいすごい。ブラックキラーがね、このうわー、噛んでます。赤蛇のお尻噛んでます。出ますね、これは。でもあんま調子乗ってるとね、はい、この体柔らかいんでね、ブラックキラーは。なるほど、逆にやられますよ、はい、このお尻のあたり。あ、ボディのあたりは柔らかそうですもんね。はい、赤蛇はね、確か一巻で、はい、ねえ、やっぱり結構ムカデ相手に圧倒的な強さ、そうでしたね、ねえ、見せてましたからね、はい。あと後ろ見せるとダメですね、ブラックキラーは。そうですね、はい、後ろ見せると危ないです。でもなんか後ろ足を噛みますね、執拗に。はい、ちょっと赤蛇が逃げ、うん、牛なんでしょうか。あ、でもと思いながらも、ちょっと赤堀がに、ちょっと赤蛇が逃げ牛なんですかね。ちょっと戦闘力がないんでしょうか。あ、どうやって、まあ嫌でしょうね。でもこういう相手は逃げ牛になりたくなりますよね、はい、こういうね、虫が出てきたら。そうですね、でも向かって噛んで、そうそう、噛んでますけどね。赤蛇の場合はね、はい、やっぱり後ろに回るべきですね、横とか。あ、なるほど、はい、頭部は結構ね、ブラックキラーも硬いですから。そうです、硬そうですね。あ、これは捕まえられて、あっ、あっ、すごいすごい。あ、お互いに上がりました。で、逆にあれですね、はい、ブラックキラーの方はやっぱりボディー噛んでも硬くてダメなんで、はい、なるほど、足をね、はい、まあ切断していくぐらいの気持ちで。なるほど、はい、はい、そうすればね、勝機もあるんじゃないですか。そうですね、足が全部なくなればさすがに赤蛇も戦えませんからね。はい、これ噛んでるんですが、あまりダメージを与えてませんか、足野さん。そうです、まあでも ね、意外とこれがね、はい、足にピンポイントに行けば、あ、なるほど、結構切れちゃったりしますよ。はい、でもね、日よけっていうのは、白いのもそうですけど、はい、なんか見境なく噛みつきますね。そうですね、あのハサミが不気味です。なんだか、でも動き意外と俊敏なんですよね、日よけ。そうですね、あとか、あ、これはガチンコになってきた。これは正面から、あ、お、すごいすごいすごいですね。切れましたかね、ついに赤蛇も。そうですね、やっと戦う気になってきたか。おお、やっと戦う気になってきましたね。おっと、ちょっといい感じに切れてきましたね、はい、ここまで噛まれるとなるでしょう。そうですね、さあさあさあ、ヒヨケムシの方が重心が低いんですかね。お、赤蛇もやる気になってきました ね、 そうですね。まあ、今まではね、ちょっと判定で言うとポイントはね、はい、ブラックキラーの方が、あ、そうですね、優勢に見えました。ああ、でも反撃、これは面白くなってきましたね、ようやく。逃げると見せかけて向かっていきます。でもね、第1巻でムカデを相手した時みたいにね、はい、でも正面からもうすごいんですけど、はい、ただ正面、正面だとこれは互角ですか。ああ、ひっくり返した。お、逆にひっくり返しました。さあ、今いけ、今いけ、はい。でもね、正面からだとなかなかお互い決め手にかけますよね。かけますね、なんか互角のような感じもしないでもないです。確かに、うん、だから赤蛇がとにかくサイドに回って後ろから噛めばもうそれで一発ですよね、はい、あ、正面から行ってますね。ああ、行ってますが、はい、まあ、これはこれでね、なんか闘牛のようで面白いですけどね。そうですね、ぶつかり合いを繰り返して探っているんでしょうか。まあ、お互い動き、テープの早送りみたいでね、はい、そうですね、結構なんかこういい感じで待ってますね。すごいこう正面から、はい、そうですね、目まぐるしいですね、目がチカチカするように。そうですね、どっちが力尽きてしまうのか、はい、うん、うわ、すごいすごい、なかなか赤蛇もね、あ、引っ掛かった、ひっくり返りました。省くは相撲ならこれで勝負ありですね。そうですね、赤蛇の方がひっくり返る回数が多いですね、なんかやっぱりね、はい、動きもあるんで、またね、ちょっと赤蛇横とかに本当回った方がいいですよ。そうですね、正面からだとね、はい、致命傷は与えられないですね。逆にほら、日よけはね、後ろから足を噛んだり、はい、結構してますからね。そうです、横から襲ってますね、はいはい、
すが世界三大奇獣ですね。そうですね。こんなのが自然にいると思ってたら恐ろしいですね。恐ろしいですね。ああ、どうどうどう、仕込んだ、すごいすごい。はい。赤ヘリパワー見せましたね、今。はい。今みたいな形でいけば、来た来た、はい。ちょっと怒りが徐々に溜まっていく感じですかね。ちょっと A 型みたいな感じですかね。そうかもしれません。はい。こう徐々に怒りを爆発させていく。エンジンかかるの遅いですね。はい。でもなかなかね、はい、あ、なんかこう結構構成になってきましたね、赤ヘリが。になってきました。おし、お、楽しみですね。お、そうですね。あ、いい加減ゴーを煮やしたみたいな感じですね。ですね。さすがに。ああ、これはお、ちょっと持ち上げるような感じになりましたが。赤ヘリちょっと、いや、かなり必要に。そうですね。はい。かなりパワーが充実してきたが。すごいですよ。はい。あ、なんか、とヒョグムシが交代気味です。ついになんか切れたって感じですね。はい。あのやはり人間も A 型の人怒ると怖いですからね。そうですね。デッドゾーン超えると確かに怒らせると怖い。うん、あ、ただヒヨケムシ後ろに回るのがうまいですね。ただまあどっちみちまだお互いダメージ、はい、何にもないですね。はい、うわ、今んとこは、まあ、互角でしょうね。そうですね。ちょっとヒヨケも決め手にかけて飽きちゃったんですかね。ただお互いこれはね早送りしてませんからね。はい、はい、なんか早送りみたいに見えますね。そうですね。それぐらいスピードがあります。はい、はい、おーっとっと、かんだかんだ、フットワークのいい両者ですが、さあさあ、でもね、あー、ひっくり返る。でもね、赤ヘリがこれだけ動き早いのは分かるんですけどね、はい、この日よけがこの鳴りでね、はい、こんな早いのはちょっと意外ですね。はい、ボディもちょっと重そうな感じがしますが、はい、お互い決め手がないまま、まあ、今のところ安定だら、ね、ちょっとちょっとだけ日よけがポイントを取ってるような気もしないでもないですが、はい、そうですね、はい、ただ、うん、判定はないですからね、これは。そうですね。お、また正面からだと互角のような感じがします。そうですね、はい、とこのままね、お互い決め手に書いたまんま終わるとドローですからね。そうです。あ、後ろから、あ、今みたいにいってほしいですね。そうですね、なかなか後ろから攻撃しませんね。はい、なんでしょうね、正面から。おー、あー、足足、まあ、あのね、はい、知能的にはね、はい、あの日よけの方が、はい、うん、クレバーな戦いしてますね。なんか上手い戦いですね。上手いですね。赤入りはちょっとあんまり戦略なしですね、はい、うそうですね、はい、単調な攻撃になってます、はい、まあ、もともと応援も半秒もね、ちょっと似たような感じの、はい、めっちゃやたらに噛みつく。あ、ただあっちはパワーがありますからね、破壊力と。はい、あ、これはでも決まりませんね、勝負。そうですね、はい、はい、このままだとタイムアップになりますよ。そうですが、どうだ、さあどうだ、決まるか。タイムアップです。いや、なかなか好勝負ではありましたけどね。そうですね、はい、目が離せない試合ではありました、うん、あ、赤ヘリがもっと怒ればよくね。そうですね、面白かったんでしょうけどね。まあ、後半ちょっと挽回したような感じもするんですが、はい、まあでもなかなかここら辺ね、はい、パワー見せましたね。それだけ新藤さん力が互角だったってことですね。ただいまの試合判定の結果ドロー。